1920年代の世界新教育連盟の大会の際の記念写真。中央の女性がベアトリス・エンソア。それ以外の人物は左からドクロリ、ピエール・ボベ、エドワール・クラパレード、パウル・ゲヘープ、アドルフ・フェリエール。撮影者不明。写真提供はジェレミー・エンソア。オビド・ドクロリはベルギーの神経内科医、教育学者、心理学者。 オーストフランデレン州ンセ出身。ヘント大学で医学を学び、1898年半年、ベルリン大学に留学、一般栄養における毒素と高毒素についての研究を行う。その後、ブリュッセルの神経科病院に勤務し、精神障害を持つ障害児の治療に従事する。ドクロリは、1907年ハーミティッジスクールを開校する。彼は、 フリーメーソンに属し、ブリュッセルのグランドオリエント・オブ・ベルギーのレアミ、フィロントロープスというフリーメーソン組織の一員であった。ドクロリプランは、子供の具体的なケースにおいて、その基本の原則は、生物的な有機体の社会適用にあるとしている。つまるところ、子供に、生物社会的なニーズを充足してやるためには、 学校生活を通しての訓練が必要不可欠であるというのである。子供の全感覚を教育してやることこそが、子供が生きていくことのできる状態を作ってやることなのである。そして、その状態に導かれて、彼の発達の次の段階で、いろんな問題に出会う、経験の中でそれを解決しながら生きていくことができるようになる。ただそういう問題に出会う力や、 それを解決する力はさらに次の段階での発達を待たなくてはいけないだろう。こういう状態こそ学校がその子のために準備してやるべきものなのである。ドクロリの創立になる学校は今日まだ存続している。また彼の名前にちなんで命名された学校もわずかではあるが存在する。これらの学校はべてが共通した教育システムを持っているわけではなく、 また特別、ドクロリの教育方法に従っているわけでもない。ありがとうございます。